結局脳筋オープン。うまそう。すごい盛り方してる。はいはい。熱い。うん。うまい。だって着物着て正座して喋ってる。どうもカンナです。今日はですね、キャンプに来ております。まあね、自分でキャンプはしたことないんですけど、今日はね、キャンプを知ってる人たちがね、たくさん今日は来てくれてですね、贅沢キャンプを体験しようということで。やばいよね。もうすでにやばいね。まずこのテントが超大きいんだよね。マジででかいのと、他にもね、キャンピングカーもあって、テントサウナもあって、もうとにかくすごいです。やばいね。なんで贅沢だね。今日はキャンプね、楽しんでいきたいと思います。まあラングラーも買ったしね。だよね、似合うもんね。似合う似合う、めっちゃ似合ってる。うんうんうん、やっていこう。はい。もう一個細い方がいいんですかね。そうなんだ。もう一発ぐらい奪っといてもらえる。もう一回くらい、はい、こっちをこの線で割れると思うんで。ここか、はい、ふう。いや、いい、いいと思う。いいよね。いいと思う。あっ、うん、でっかいのやっちゃうから。でっかい、でっかいのやっちゃう。これ結構楽しいよ。結局脳筋。怖い怖い怖い、やるな。ちゃんと何してんの。来て俺、こっち割りてきたら俺も今から。お米作ります。やろうぜ。後ろを写真撮って。お米をね、うん、切りますね。これ全部？全部。なるほど。これで炊き米ってうまいよね。で、お水をね、うん、水どんぐらい？内緒です。知ってんの？お前、さっき先生に教えてもらいました。こんぐらい。これ水めっちゃ大事よね、絶対に。3合だから。ちょっと、これで OK です。これでぬくぬくしたら炊けるらしい。ぬくぬくしたら炊けるの。 30分ぬくぬくするらしい。30分ぬくぬくします。そしたら炊けますですよね先生。はい、そうだそうです。じゃあ30分。完成楽しみだね。こういう米大好きだよ。絶対うまいもんね。なんか前回もね、直哉さんね、キャンプ連れててもらったことあるんですけど、今日一緒に行ってる。その時も米バカみたいに食べたよね。米と塩で食べたもんね。米だけでめっちゃうまいもんね。なんかほんとうまいの。なんでちょっとお腹ペコペコなんで、早くぬくぬくさせようかな。今何分？ないないない、ついてないついてない。ついてないよ。今はついてないよ。じゃあ OK です、準備 OK。 じゃあぬくぬくタイムしよう。はい。これ怖いから、耐えれないな。人間入っちゃダメだった。まあでも不思議なことはいっぱいあるから、なんとも言えないけど。ついたわ。できた。できた。これで米待ちです。お米炊けるんじゃないこれで。最高やん。カメ飯丼で。楽しみだね。楽しみ。これ何分ですか？15分ぐらい。で、また弱火にするやつ。するまで、はい、そう、
蓋から溢れてきたら、はい、弱火に。じゃあ合計30分。でもプカプカしてくるまで見とかないといけない。そうだよ。すごい。じゃあ止めまーす。みんな普段キャンプやろう。止まりました。皆さん止まりました。止まりました。まあそうだよね。ここからまた10分待つんだって。蒸すんだって。そしたらもういけるってこと？うん。超楽しみじゃん。開けたい。ダメです。はい。こちらもちょっといただきます。おしゃれ。いきますよ。うん。うまい。うまい。それ何？何それ？何をディップしたの今？アボカドの何かなんだけど、うん、めっちゃうまい。うまい。最高だねキャンプって。食べな。ちょうだい、俺にも作ってよ。貴様の。おお、口悪いぞお前。いいですか皆さん、お米が完成しましたよ。いい？いいよ。え、名前さん、これそのまんま？倒してレバー倒して。ん？これ倒して。これ置きますか下に。うん。蓋をそのまま反対側向きで置いちゃえば。うわー！あ、ちょっとすみません。もう一回いくよ。せーの、オープン。うまそう。ちょ混ぜよう。やばいね。これちょっとこっちのね。うわ見て。おいしそう。やばいなこれ。輝いてるよ。じゃちょっとすいませんけど。おお。みんなのみんなの食べ物。どうなん？うまっ。やばい。え、米うまっ。カンナの作品です。大成功です。絶対うまいもんな。マジうまい。食べよう。食べよう。はい、どうぞ。始めよう。じゃあ、分けさせていただきます。やってくれんの？じゃあ、はい、アツシ、はい、やばいよ。ゴミだな、こいつは。ちなみに自分のよそってみて一回、はい、じゃあ次自分の。誰か肉焼きがかりやる、はい、うん、自分のゴミだこいつ。じゃあ俺のもじゃあお兄ちゃんの大盛りでお願いします。はい、はい、ゴミだこいつ。やっぱり終わってる。でも食べてみよう。ねえめっちゃうまい、マジでうまい。あ、もうちょっとこうやって下の方行ったら最高や。下焦げてない？どう？なんかいい具合のお焦げできてや、うん、あ、いい感じ。めっちゃいい具合のいい具合の肉も焼いてこうぜ。じゃあほら早く、米少ないよそりゃ。あと4回いけるんだよ。おつ、グリーンカレーって何の国？タイ。タイですか？そっか、タイ料理。うん、タイとか、アジア料理。天才だね。はい、今日はですね、なんとテントサウナもあるのでね、サウナ大好き。やばい、俺サウナ大好きなんです。だからちょっと本気だね、格好も整っていきたいと思います。ずいぶん本気だね。サンダルだけがないけど。やばいんじゃん。やばい、もうやばいよ。いい、これ入んないんでしょ。この景色見てさ、外気浴ってことでしょ。そう、半端じゃないじゃん。えぐいな。行こうか。行ってきます。開けてみて。うわ、えぐい。暑いんだ。どう？暑い。うわ、暑い。すごい、見て。うわ、ローリューもできる。すげえ。
じゃあほら、ゆうちゃん行ってらっしゃい。行きます。何ですか朝ごはんは。 TKG です。うまそう。キャンプ飯。うん、あのこちら鍋。いや温まります。最高だね。朝富士山見ながらね。うん、あ、おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。うま、最高な朝ごはんだね。うん、どうですかキャンプ。ちょっとでも今回は知ってる人がいっぱいいるから楽しいけど、ちょっと自分たちで苦労した方がいい。火起こすとこから。そうそう、今あのテントとか寝てたの。寝てないです。今テント片付けす。すいません、寝てました。俺らまったりここで二度寝したもんね今。もうポカポカ暖かすぎて。いやでもやろうじゃ自分たちでね、一回やってみたい。一回やって、うん、ね、やってみようよ。え、ちょ、なんで俺やってみようよ。そしたらアツシとか言うんでしょ、どうせ、うん、無理。じゃあやってみよう、アツシも一緒に。アツシも一緒に、あのみんなでちょっとさ。で、宇野ちゃんも呼ぼう。宇野ちゃんは絶対に来い。だって大丈夫、お前来れる。行きますよ、行きますよ。来れる。行きますよ。え、待って、何挟んでんの。もう何してんの。置き場所がなくて。何から突っ込めばいいか分かんない。ちなみに野ちゃんは一番最後まで寝てたからね。はい、大丈夫、連れてける次も。バカみたいに飲んでました。連れてこう、みんなで。じゃあ行ってみよう今度。じゃあちょっともうキャンプハマろうぜ。何が分かるからね。確かに。そうそう、でもオフにキャンプとか絶対いいよ。いいよね。もう携帯とかももうあんま使わないで。しかもさ、地元の近くとかだったらさ、別に一泊すったってしなくたっていいもんね。そうそうそう、ふざっとね。火起こしてキャンプ飯食って帰るとかでもいいしね。ちょ、やるか。じゃあやってみようと思います。皆さんコメントで教えてください。確かに、おすすめのキャンプ場、キャンプ場とかさ、グッズとか、グッズとか、何これ使えるよとかね、教えてほしいよね。お願いします。じゃあいいですか、食べて。あ、どうぞ、すみません。どうぞどうぞ。どうもどうぞ。この反射でさ、アツシのさ、鼻が映るここに。ご飯いい感じじゃないの。じゃあね。やば、足しびれた。で、今チルいじゃない、いいじゃない。なんか今日のキャンプの感想言って。動画、うん、動画で。もう本当に皆さん本当にありがとうございます。もうそれだけだって、カンナ何もしない、ただ楽しんでただけ。間違いないでしょ。マジ楽しかったし、ここ本当いいところを今日はね、キャンプ場させていただいてですね、本当にあのほったらかしキャンプ場ってところを今日今回はね使わせてもらったんですけど、もう富士山も見えるし温泉もあるし、なんかバーとかもあったよね。バーもあってカフェもある。すごいよね。もう本当にすごい。だからね、本当にいいキャンプでした。皆さんのおかげでありがとうございました。